福ちゃんのお絵かき工房50音イラスト編。はい、福ちゃんです。50音イラスト編、今回の50音は矢で、テーマになるワードは屋敷でイラストを描いていきたいと思います。このチャンネルはおしゃべりをしながらお絵かきをするお絵かきチャンネルです。では早速制作に入っていきたいと思います。いつものように水彩紙に下絵をトレースしていきます。いつも下絵の段階では定規を使うことはあるんですけども、水彩紙にトレースをする段階ではだいたいフリーハンドでいつも線を描いています。ただ今回描いている建物はちょっと直線的に長いプロポーションをしているので、定規を使った方が効果的かなと思い、ほとんどの直線的な部分は定規でアウトラインを取っています。ただ定規を使って描くといってもパースに忠実にしっかりと狂わないように描いているわけでもなくて、屋敷の両サイドについている建物はあえて縦のラインを狂わせて描いてみました。普通にきちっと描くよりかはこの方が動きが出て面白いかなと思ったんですが、最終的にどうなるかは仕上がってからのお楽しみというところでしょうか。建物を定規でしっかり描く分、周りの木の枝はかなり自由度を持ったシルエットを持たせてみました。今回のテーマは屋敷ということで、まあご覧の通りお化け屋敷ですね。洋館の佇まいなので、どちらかというとゴーストハウスでしょうかね。シチュエーションとしては森の奥に古くから建っている誰も住んでいないはずの洋館に、なぜか一つの窓だけに明かりがついていて、その部屋にはきっとゴーストが住んでいるという噂になってます。その真相を暴こうと勇気のある3人の少年たちがゴーストハウスに乗り込もうとしています。とまあそういった感じの世界観を描こうかなと思っています。制作の方は建物をマスキングで覆ってから空から着彩に入っています。今回の空の色はウィンザーブルーレッドシェードをベースに着彩をしていきます。今回のイラストはホラー色を出していきたいので、空の表現も不気味な感じを演出していきたいなと思います。普段月を描くときは三日月で空全体も明るい雰囲気で表現することが多いんですけども、今回はどんよりと霞のかかった薄暗い夜空に白くぼんやりと輝く満月を描いてみようと思います。空の着彩の最初はハケを使って表現していきます。柔らかいハケの毛先が自然なグラデーションを作ってくれます。いつも空を描くときは紫系の色を必ず足していくんですが、今回は特に多く使っていこうと思います。いつも明るい空の表現の時はフレンチウルトラマリンとウィンザーバイオレットディオキサイジンの組み合わせで表現するんですが、今回のように暗くて少し重い目の空を表現する時はウィンザーブルーレッドシェードとウィンザーバイオレットディオキサイジンの組み合わせの方が効果が出るような気がします。館の周りの背景の着彩に入っていきます。館の周りの森は基本的にはシルエットで全て表現していきます。色はウィンザーブルーレッドシェードとセピアを混色して作ったグレーにビリジャンを混色して着彩をしていっています。少年の一人にランタンを持たせましょう。画面の下の方はかなり暗くなりそうですので、ここでランタンの光を照らすことで3人の少年にスポットライトを当てる効果を生むような気がしますね。建物の外壁は古びて崩れ落ちている感じですね。色はグレー系の色で古びた感じを細かくグラデーションを使って表現していきます。少年の持っているランタンの光が少し反映されると思うので、全体的に暗く落とさないように気をつけて着彩をしていきます。今回青系と紫系を組み合わせた単色で世界観をまとめていこうと思っているので、3人の少年たちはランタンの光で照らされていることでしっかりと色をつけて目立たせていきたいと思います。マスキングを剥がして屋敷の着彩に入っていっています。ベースに置く色はフレンチウルトラマリンです。空で使ったウィンザーブルーレッドシェードと使い分けることで空と館との色の差別化がしっかりと図れて、いい感じの距離感を出すことができます。屋敷の着彩は基本単色で行っていこうと思っているので、
暗い箇所はフレンチウルトラマリンにセピアを混色したグレー系の色を使っていきます。屋根なんかは壁と少しメリハリをつけるために特に強い目のグレーを使っていきます。表現としてはできるだけ陰影感をはっきりと出してコントラストをつけていくことと、あとひびが入った壁の古びた表現なんかで雰囲気を出していく感じですね。どんどん塗り足して雰囲気を出していきます。背景の下の方にはウィンザーバイオレットディオキサイジンで紫っぽい印象を持たせているので、館の着彩にもその感じを少し乗せていきます。館の表面にウィンザーバイオレットディオキサイジンを少し薄い目に着彩をして、館の外壁の質感になじませることで全体の世界観を作っていきます。窓ガラスにベースの色を置いていきます。色はウィンザーブルーレッドシェードですね。屋敷全体の雰囲気がだいぶ表現できてきたら、さらに陰影を乗せて不気味感を強調していきます。今回は少しホラー色が強い内容になっていますけども、ゴーストハウスやお化け屋敷を題材にした映画やアニメって結構あると思うんですね。福ちゃんはあまりホラーものは好きではないので、多くの作品を見てる方ではないと思うんですけども、数少ない中でも印象的だったのはアニメのモンスターハウスですかね。確かスティーブン・スピルバーグが制作組織の中に入っていたと思うんですけども、なかなか面白かった記憶がありますね。あとちょっと違うかもしれないんですけども、福ちゃんが小学生ぐらいの時にテレビでやっていたアニメで、これも海外のアニメで幽霊城のドボチョン一家っていうアニメがあったんですけど、もちろんタイトルは日本名で本当のタイトルは違うのかもしれないんですけども、内容的にはとてもキテレツなギャグアニメで面白かった印象があります。ドラキュラ・フランケンシュタイン狼男がメインのキャラクターなんですが、ドラキュラが名古屋弁で喋るっていうのがとても印象的でしたね。汚い映像なんですけども YouTube でちょっと見つけたので概要欄の方にリンクを貼っておきます。まあ興味がある方は覗いてみてください。制作の方は館の古めかしさをどんどん書き込んでいっています。今回はゴーストが住んでいるような館ということで、本来は空き家の設定ですので基本窓には明かりはついていません。ただ真ん中の塔の3階の向かって右端の部屋の窓にはなぜか明かりがついているというような設定です。この窓以外は全て明かりが灯っていなくて、窓ガラスもボロボロに割れているというような表現をしていきます。次に館の両サイドに立つ2本の木を描いていきます。この2本の木はシルエットで表現していきます。不気味に歪んだ枝ぶりをシルエットで見せることでさらにホラー感を演出していきます。この枝ぶりは完全にシルエットで表現しようと思ったので、最初は筆ペンか何かを使おうかなとちょっと迷ったんですけども、やはりここは透明水彩にこだわろうと思って、色は、まあ、これもいつも同じなんですけども、セピアとウィンザーブルーレッドシェードの混色で黒に近い色を作りました。ではそろそろ仕上げに入っていくわけですけども、全体の雰囲気としては月明かりで晴れている夜なんですけども、館全体は少し霧がかかっているような、もやがかかっているような雰囲気にしたいんですね。それでここでもまたいつもと同じような表現になってしまうんですが、不透明のブリードプルーフホワイトを使って霞の部分を表現していきたいと思います。はい、霞の部分の表現が終わったら今回は完成になります。はい、今回の50音は矢で、テーマになるワードは屋敷でイラストを描きましたが、いかがだったでしょうか。建物はいつもよく描いているので、今回はあえてゴーストハウスのような少しホラー色を感じる演出で描いてみました。単色に近い表現をすると陰影で物を捉える癖がつくので、画面にメリハリをつけるのが苦手な人はとても勉強になると思います。
興味を持たれた方はぜひ試してみるといいと思います。このチャンネルでは水彩を中心におしゃべりの中で描き方のコツや様々な情報発信をしていければと思っています。興味を持っていただけましたらぜひチャンネル登録を、グッドボタンを押していただけたら非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ではまた福ちゃんのお絵かき工房でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。